こんにちは。センター CLR のビデオメイキングアーカイブ IL 通信の、41回始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、前回あとちょっとで動かせるかなってところで力つけて終わってしまったんで、今回はその続きからやりたいと思います。どこだったかというと、ロードフィールドの実装をやっていてですね、ロードフィールドは3種類、パターンがあったんですね。ロードフィールドですね、ロードフィールドコンバーターのアプライなんですが、3種類あります。41回、3種類あります。ロードフィール。1つ目が、なんだ、順序はあれかもしれないですけど、バイレフ。つまり、マネージドリファレンス。ですね。まあよくあるパターンがイントアンドみたいな、まあこういうパターンですね。それから、オブジェクト、オブジェクトリファレンスですね。まあ典型的なクラスですね。そして3番目がバリュータイプ。バリュータイプなんで値そのものですね。なのでまあ、例えばイントと、まあこんな3種類のインスタンスが考えられると。でロードフィールドの方はまあこの3つ対応したんですけど、 ST フィールドの方はですね、2種類しかないかな、確か、1と2しかない。まあちょっと省略しますけど、なんで3がないかというと分かんないですけど、まあ結果を考えれば歴然というか、バリュータイプの値に、ST フィールドで、格納するときに、そのなんか、スタックに積まれているその値がバリュータイプだと、それの値を書き換えてもスタックから失われるだけで、意味ないんですよね。なので、ST フィールドの方は、なんか、1または2のパターンしかないというふうに思います。大丈夫かな。そうだね。バリュータイプは直接直接。これあれですね。なんかちょっと分かりにくいですけど、ここで言ってるパターンというのは、スタックドバリュー。スタックに積まれているインスタンスのことです。だから、スタックに積まれているやつが、例えばここに3がもしあるとすると、それをポップしてそのインスタンスの中身を書き換えてもあんまり意味ないですよねなのでまあ3はないっていうことかなと。まあなんか僕から見るとなんで3があるんだろうって気がちょっと疑問があるんですけど、まあこれイントって例書いたから、イントだったら別にね4バイトのことなんで、32ビットアーキテクチャの CPU だったら別にどうってことはないかもしれないけど、それでもまあもっともっとでっかい何らかの構造体、分かりにくいかな、ストラクト、まあなんか Foo っていう名前の構造体があって、この構造体が100バイトとかあったらスタックにプッシュするとね、なんかコピーされるような気がするんですよね、100バイト。
クソ真面目にやればですけど、フロー解析してそいつが唯一のインスタンスを保持しているとかなんか多分いくつか条件をかませればコピーが不要というふうに判断できるかもしれないですけども、まあそんなことやってるのかなっていう気がしますが、まあまあまあなんか、うん、ちょっと3はなんで 3のパターンを許したのかいまいちよくわかんない感じです。はい、こういう感じです。なので、この ST フィールドの方を1と2両方対応させなきゃいけないんですけど、以前 の対応で1しかやってなかったんですね。なので、今回は、2の方も対応させるということになります。で、これはロードフィールドですね。前回見てたロードフィールド。ロードフィールドはさっき言ったように3パターンあって、3パターンを if で分岐してるんですけど、まあそれぞれ微妙に異なってるんですよね、型の判定が。と、あと実際に生成される C の、 あの式が、あのそのメンバーを参照するのに、あのアロ演算子を使うのか、ピリオドを使うのか、あの要するにポインターなのか、あの実際の値なのかによって変わってくるんで、まあ、こんな感じにしておいて、このオペレーターを、最後、ライトエクスプレッションのその式の間に挟むものとして指定しているという感じですね。じゃあ、ST フィールドの方を見ると、前回はここで力尽きたんですけど、ここですね。バイレフ以外のものは全部今例外に落ちてます。なので、今回はバイレフとそのオブジェクトリファレンス、まあ、すなわちイズクラスがトゥルになるパターンと2つについては下に下ろさなきゃいけないということになりますね。と同時に、どちらの場合もオペレーターはアロー演算子でいいってことになります。つまり我々が想定している C のコードは、両方ともこれをあのポインターとして扱うことにしているので、なのであの is by ref も is クラスの両方ともアロー演算子を使って出力すればいいと。さっきのやつはあの3番ですね、あの、これで言っていた、これか、これに対応させるためにオペレーターもドットに切り替えるみたいなことをしていたということですね。なのでここは、or si reference target type is class、 あ、違いますね、これ例外で避けるのでこうですね。バイレフでもなければクラスでもない場合ですね。はい。で、でもこの後ですね、ここデリファレンスする操作は、is by ref の時はデリファレンスするんですけど、is クラスの場合はしないですね。なあ、じゃあ、あれですね、あの、ロードフィールドの時と同じようにやった方がいいかな。まず、なんか変なの出た。あ、これ。コンバートトゥースイッチコードリファクタリングプロバイダー。何のことがよくわからない。まあ、イネーブルしても。で、まず、バイレフの場合が来ます。それから、クラスの場合が来ます。で、それ以外がスローされるみたいにしておいて、元のコードを一旦その中に入れますね。ここ。で、同じく、クラスの場合の判定をこう入れます。で、こっちはいいとして、クラスの方はデリファレンスする必要はないので、これかな。これを直接、フィールドの型、フィールドの、フィールドが宣言されている型ですね。デクラリングタイプなので、それと、スタックにプッシュされているインスタンスの型を直接、代入可能か、あのキャスト可能かみたいな判定をしてやるという感じですね。で、エラーメッセージが良くないので、これはロードフィールドと合わせておきましょうか。
こいつは、なんて書いたかな。インバリッドマネージドリファレンス、変わってないじゃん。直してないですね。インバリッドオブジェクトリファレンスって出すようにしときましょうか。じゃあ、これで、ここはインバリッドオブジェクトリファレンスと。こんな感じですかね。はい。まあ、この2つに合致しない場合は、スローされますと。いいですね。で、あとの流れは、現状のままでいいかな。ここ、デリファレンス、バイリフの時にデリファレンスのチェックをしているのは、デリファレンスされた型のチェックをしているだけで、式としては変わらないですね。出力する式の、こう、文としては。参照するシンボルとしては変わらないと。なので、ここは OK。それを同じことはクラスにも言えて、クラスのメンバーを参照する式の、インスタンスを指定するシンボル名は、ここの判定にかかわらず変わらないですね。だから、ここの最後のこの0、これは SI リファレンスのシンボル名を直接指定すればよくて、なおかつ、そこから、メンバーのフィールドにアクセスするための式は、アロー演算子を経由してフィールドの名前を直接指定すればいい。そして、代入するその右辺ですね。右辺はライトエクスプレッションで生成した式を出せばいいと。いうことで、これで、こっちの ST フィールドの方も OK ですね。はい。じゃあ動かしてみましょうか。動かしてみましょうかはいいけど、どの辺までやってたっけみたいなのが、ちょっと2日おい、間を空けているので、あんまりなんか覚えてない感じなんですけど、ニューオブジェに入ってきましたね。で、ニューオブジェで、コンストラクターインフォを取り出し、コンストラクターが定義されている型を取り出します。クラスタイプテストターゲットですね。はい。で、これはクラスの、クラス型ですよと。だから、例外はスルーします。パラメータを取得し、そいつと対になる、あ、これエラー出ましたね。エバレーションスタックアンダーフロー。そうですか。なぜですか。よくわかんないな。なんでだ。あれ？ん？ちょっと待てよ。ああ、なんか、ああ、わかった気がします。それは、ひょっとして、ああ、そうか。ここ、ゲットセーフパラメーターズは、これ拡張メソッドで定義されていて、パラメーターの先頭に、ディスタンスを加えて返すみたいな、やつですね。なのでここで返されているこのパラメーターズの中には先頭にディスタンスがあります。で、次のこのペアパラメーターズは、今返されたこれの個数分だけリンクのクエリーで、内部的には、ポップスタックしながら、そこにあてがう式を生成するみたいな感じのことをやってます。で、これ確かにまずいですね。これは、そうか。何を言ってるかというと、スタックにプッシュされてる値、ここに来た時点で、プッシュされてる値というのは、コンストラクターの引数ですね。引数群がプッシュされてるはずなんですけど、その手前にディス参照になるものはプッシュしてないんですよ。なぜかというと、それは今から生成するから、これニューオブジェなんで、ニューオブジェの、コンバーターなんで、まだ手元にインスタンスないんですよ。今ニューしようとしているクラスのインスタンスが手元にない。スタックにも積まれてない。なので、ここでスタックから取り出せる数というのは、パラメータ、本当のパラメータの個数しか取れないんですよね。だけど、この get safe parameters では、先頭に distance を付け加えてしまうので、1個余分に、ポップしようとして、で、そこでない、アンダーフローということで刺さっていると。
いうことですね。でこれ確かなんか理由があってこうしたんだよな。最初はあのここね、ゲットパラメーターズ使ってたけど、ゲットセーフパラメーターズに改めたんですよね。それは何だったかというと、なるほど、この後ですね、この後このペアパラメーターズの値を使って これですね、ゲットギブンパラメータデクラレーションっていうのを呼び出して、要するにメソッド、ここではコンストラクターですけど、コンストラクターの呼び出し行を生成してるんですね。ここでこれを作るために、規定クラスのコンストラクターにはディス参照を渡さなければいけない、規定クラスじゃない、コンストラクターか、コンストラクターその、コンストラクターメソッドを呼び出すためにはディス参照も一緒に渡さなきゃいけない。その式をこのパラメータストリングに盛り込むために、わざ と,、そのディス参照のためのパラメータを入れたかった。でここにこれはもともとゲットパラメーターズだとコンストラクターの引数しか渡らないので、そいつの先頭にディス参照もつけたプラス1された個数の、パラメーターを、ここで取得していると。でそれを使ってペアパラメーターズを、生成しようとしたので失敗したということですね。理屈は分かったけどああそうですかみたいな感じだな。どうしようかな。ポップスタックな。いやーまあ、ちょっと汚くなるけど、コンキャットとかでつなぎゃいいんだよねっていうのは分からなくはないんだけど、どうしようかどうしようかどうしようかな。なんかこれも非常に、なんか説明の難しいコードをあんまり書きたくないんだよな。今パッと思いついた方法は、セレクトのオーバーロードに現在の位置を示す、引数を追加で渡せるパターンがあるので、こいつを使ってこれでも最後の場合ってことになるのか。ポップポップポップ、ああそうか。そうするとこれは数分かってるから、いやーなんかこうやって説明しながら書いてる段階でもうすでに嫌な感じがしてるんですけど、要するにこういうことですね。インデックスがレングスマイナス1だったら、どうしようかな。これがつまり、ディス参照に相当するあれですね、パラメータですね。それとあとパラメータが来るんだよな。そうだよな。そうか、どうしましょうねこれね。ひょっとしてですね、ちょっと待ってください。これはわざと余分に生成すればいいんじゃないかという気がしてきたな。スタックが足りないのなら生成してしまえ、ホットトギス。何言ってんでしょうねなんかね、今台風が近づいてんですよ。まだね、なんかこれの前にあった台風ほどじゃないですね。雨はなんかすごい降ってるけど、風は大したことないですね。これから来るのかな。なんか今夜夜遅くぐらいですかね、なんか上陸するのかしないのか、なんかそんな感じですね。なんか大阪の方の電車はあれですか、レールがなんかねぐにゃってなってるの、写真をさっきちらっとツイートで見ましたけど、大変なことになってるみたいですね。そんなことはどうでもいいか。ディス SI イコール
こうすればいいのかな。プッシュスタックで、あ、パラメータだけ与えればいいのか。シンボル、ディスシンボル、あ、ディスシンボルも嫌だな、なんか。アロケーテッドシンボルネームとかにしとこうかな。ちょっとわざとらしい名前ですけど、つまりここでプッシュしたことにする。で、したことにすれば、そいつを格納するためのそのローカル変数領域が作られますよね。 そしてこのシンボル名が生成されるので、ちょっとトリッキーですけど、これをこんな感じにしますか。そして、実際に生成しなきゃいけない方は、タイプなので、このタイプを指定すればいいはずですね。で、プッシュ1個したので、ああ、でもいけないか、これじゃダメですね。ポップスタックした最後の要素じゃないといけないのか。FI ローなんでね、これだとあの最後の1要素としてプッシュしてしまうので、これじゃまずいですね。そうですか、あなたそうですかみたいな。じゃあしょうがないな。じゃあちょっとこれはトゥアレリーか。これをセーフパラメータじゃなくてゲットパラメータズにして、要するにコンストラクターの純粋な引数だけを取得します。そいつを使って、ポップホップしてきます。そうするとここに作られるペアパラメータズは先頭にディス参照の情報は含まれてないって状況ができますね。しょうがないので、こんな感じにしておき、ここを、どうしようかな。これは、ライトエクスプレッションギブンパラメータか。ギブン。で、ターゲットタイプはタイプ。シンボルインフォメーションもいるのか。シンボルインフォメーションはシンボル名がディス。これ嫌ですね。なんか 手で作るの嫌だな。あのアンスコディスってなんか多分今はこのゲットセーフパラメータの中でしか作られてないはずなので嫌ですね。じゃあここはタスクじゃない、スキップか。スキップ1で、ディス参照を飛ばしておきましょうかね。まあこんな感じにしておき、こいつはでもまあ手で生成するしかないので、ライトエクスプレッションギブンパラメーターのパラメーターズ0、あ、いいよな。これでいかんか。あれ？ああ、シンボルインフォメーションではないのか。ああ、確かにそうですね。じゃあ、シンボルインフォメーションの括弧、パラメーターズ0のネーム、パラメーターズ0の、パラメータタイプと。これでついつまあったかな。パク閉じる。をコンキャットで以下のインスタンスをすべてつなげる。1してリバースして、もう一度リバースした内容を結合し、最後に2アレイでつなげる。こういう感じかな。いや、なんかすっごく嫌ですねこれ。まあしょうがないか、とりあえずこうしときます
か、他でもうじゃうじゃこういうパターンが出てきたらうまいこと共通化することを考えましょうか。はい、じゃあもう一回動かしてみましょうかね。この辺でブレーキかけてスタート。はい、来ましたね。で、行きます。で、ここ来ました。1個行きます。ちょっともう一回確認しておきましょうかね。パラメーターズの中には今1個しかパラメーターがなくて、これ dis ですね。パラメーターは1個、先頭の dis しかないですよ。 dis の方はトップクラスタイプテストターゲットになってますと。はい、いいですね。で、ここからスタック、今スタックに積まれている値を全部ポップしながら、パラメータの情報を引き出します。とは言っても元ネタが dis しかないので、結局は作られるこのパラメータの情報も dis だけですね。シンボルインフォメーション dis です。そしてターゲットタイプも dis です。はい、いいですね。で、必要となるインクルードとしてスタンダードディブとストリングエッジがインクルードされます。それから、コンストラクターの名前を取得します。これはこういうふうですね。 .ctor と。で、この型を、プッシュします。そうすると dis のシンボル名が確定します。スタック0の IL2C テストターゲットクラスタイプテストターゲットリファレンスという名前で作られました。で、次は、この型の、名前を取得します。これですね、クラスタイプテストターゲットアスターですね。はい。で、コンストラクター呼び出しのためのパラメータの、文字列ですね。これを生成しておきます。結局今回はコンストラクターはない、コンストラクター必須指定されてないので dis だけですね。はい。で、なんか今これ dis でいいんかって気がちょっとしましたけど、まあ、ちょっと動かしてみましょうか。で、ここで、ソースコードが生成されますね。さっき何が気になったかというと、まず、マロクした値がどこに格納されるかというと、これですね。アンスコアンスコスタック 0ISC テストターゲット、クラスタイプテストターゲットリファレンスというローカル変数に格納されます。で、次に同じそのシンボルに対してメムセットで0クリアすると、その時のタイプ名はこれですね。あれ、これ違いますね。アスターになってるけどサイズオブで出すのはアスターではないぞ。こっちは参照が指定されてるのでそれは構わないけど、こっちは違いますね。あれ、これもタイプネームもいかんですね。これもポインターのサイズしか確保しないですね。例えば32ビットだと、4バイト。これはこれディスタイプネーム間違ってますね。まあちょっと後で直しましょう。そしてコンストラクターの名前がこれです。あ、これマングリングされていないですね。これもまずいですね。ここに0のところに来ますね。それから this シンボルネームはこいつは今確保したポインターそのものなので、あ、これは合ってますね。ここへ指定すべきというのは。そして2番目が this、いや、これ、違いますね。いらないというか、そう。ここが、コンストラクターに明示的に指定された引数群がない場合に、このカンマが余分になるから、できればこう書きたいって話ですね。
そのためにさっきの作業してたんだ、思い出した、忘れてましたで、そうした場合、このパラメータストリングにこの this シンボルネームが this の参照として来ないといけないですね。なんかいろいろ間違ってますなじゃあ、これを止めて、まずこれはこう直しておきます。そしてパラメーターストリングでここで渡すこのペアパラメーターズに含まれている this の this 参照の名前がいかんのですね。それはどうしているかというとここなんですが、ここでまあどうやって盛り込むかともかくとして、もうすでに生成されたシンボルの名前を使わないといけないですよね。それってこれなんですよね、 this シンボルネーム。じゃあもっと早い段階でやらないといけないってことか。つまり、ここの式内でやろうと思うと、ここにこういうふうにやっといて、それからこれをここにでも指定するかな。プッシュスタック。ああ、そうですね。プッシュスタックですよね。でも、それ微妙だよな。つまり型自身はこんな風になってればいいと。どうなんだこれはどうなんだ、シンボルインフォメーションを入れます。でもここまでやるんだったらここです get safe parameters とかってやらなくてもいいんじゃないかっていう気がだんだんしてきて、それをそうすればここスキップいらないですよね。つまり今やってみればいいか。こうなってこうなるって話かな。ちょっと分かりにくいので、こいつをちょっと上側に移動しますかね。なんか入れとかしまった、こうかな、こういうことですかね。でですよ、問題はここでプッシュスタックするとまずいんですよね、順序がね。 FILO なんで、これらポップスタックをすべて消化した後でプッシュスタックしなければいけない。なのでどうしても位置的にはこういう風にしなきゃいけないと。でもそうするとここを参照できなくなるので、もうなんとなく見えてきましたね。つまりやっぱりコンキャットはできないので、こんな感じで一旦ペアパラメーターズをコンストラクターの純粋なその引数群に合わせて生成しておくと。これ今回の例ではコンストラクター引数ないので、これは0個になるはずですね。でこいつに対してプッシュスタックでスタックに割り当てを行った後、情報を、結合してやる、アットしてやるっていう流れかな。じゃあですね、でも一緒か、いいか、ここトゥーリストにして、でペアパラメーターズインサート0のここに加えますか。あれ？なんで出ないかな？これか。new light expression given parameter のパラメーターの型はタイプです。それからシンボルインフォメーションはシンボル名が this シンボルネームです、ターゲットタイプもタイプのままですと。こうかな。今ちょっと書いててね、なんかこのライトエクスプレッションの義分パラメーターのこの型とシンボルインフォメーションのこの型がなんかすごく区別がつきにくいのが嫌だなって感じはちょっとしましたが、まあとりあえずこれでいいってことにしましょうか。これで
ペアパラメーターズには正しい、ディスに相当するシンボル名が、入ったということになりますね。それから、ペアパラメーターズ、ここで、あれですね。配列を要求していますね。トゥアレイしときます。はい。で、あとこうしようか。で、次の問題がタイプネームですね。こいつにアスタリスクが後ろにくっついちゃってたけど、そうじゃなくてデリファレンスした状態の型が指定されなければならない。それはタイプが来てるんだけど、でもタイプはデリファレンスって言ってもあれですよね。オブジェクトリファレンスなんで、デリファレンスもヘッタクレもないですよね。ということは逆に、このタイプネームは、このゲット C ランゲージタイプネームで生成される後ろにアスタリスクがついてはいけない型で出なきゃいけないってことですね。おお、これは、多分これは初めてのパターンかな。難しいですね。ここら辺で、型を抽出してます。ここで、このおせっかいを働いてほしくないってことか。これなあ、どうしよう。そうですね。これなんかね、なんか、ちょっと微妙な気はしてるんですよね。こいつ呼び出してるとこ結構たくさんあるよな。13箇所ですか。鍵入ってない。13箇所。なんかゲット C ランゲージタイプネームを呼び出した後アスタリスクをつけるとかやってるとかありますね。これ。あ、違うか。自分自身。最近呼び出ししたんだな、これ。なるほど。デリファレンスした型で、型名を取り、そしてアスタリスクをつけて返した。まあいいか、合ってるか。こいつ、どうしようかね。どうしようか。型名が欲しい。確かに型名取れてますね、イズクラスっていう意味で言うなら。それは、ロードフィールドの方でも同じことをしてはいるけど、してはいるはず。ライトエクスプレッションで、オペレーター、フィールド、あんなことないか。ここはあれだもんな。オペレーターに変えてるだけで、しかもアスタリスク関係ないもんな。あれ？それどこでやってんだろう。つまりですね。つまり、バイレフォーとして、クラスの方が、ここでアスタリスクをつけることを要求してるのはどこだったかなっていう話なんですが、わかんないですね。わかんない。ちょっとね、どうしようかね、これ。わかった。あれだ。フィールドを定義しているところですね。だから、デコードコンテキストの、多分ですが、プッシュスタックしているところらへんかな。ゲットアットしてるか。ここなんかかな。ゲットはアットで、ここで、型名を、シンボル名もそうだし、型名も決めてますね。だからこれか。なるほど。シンボル名はアスターとか入っちゃいけないので、マングリングで回避しています。そうか。なるほどね。
ああ、そうだな。Cランゲージタイプネームって言ってるからね。今私はハードコーディングで後ろ1文字を削除しようかみたいなことを考え始めています。ちょっとね、なんかね、もうちょっとなんか法則を整理するとなんかバチッといきそうな気はするんですけど、どうしようかな。どこだったっけ、あれどっか行っちゃった。ST の、あ、違う、ロード ST トラン、あ、そう、んでこいつを呼び出してるって、ちょっと ST フィールド、どうしようかな。そうですね、これ、LD6、LD フィールド、まあそう、まあ時間、ちょっともう一回動かしてみるか。もう一回動かしてみましょうかね。ちょっとどうしようか、なんか、はい、行きました。そしてずっと行きます。で、ここまででペアパラメーターは、まあ、結局は、ディスを後から付け足すことにしたので、まだないです。で、ここでディスを割り当てます。こいつの名前が、そうですね、スタック0 IL2C テストターゲットクラスタイプテストターゲットのリファレンスですね。そう合っている。で、ここで無理やり生成した、ギブンパラメーターを、先頭にインサートしますと。まあ1個しかないんで、今回の場合だと、まあ1ですね。で、これで、与えられました。はい。で、スタンダードリブエッジと、ストリングエッジをインクルードして、で、コンストラクターの名前、ここですよね、問題は。タイプネーム、これですね。マスターついてますね。これちょっと今無理やり変えますね。こんな感じにします。そしてこのパラメーターですね。パラメーターの引数リストの文字列を作ります。それはスタック 0IL2C テストターゲットクラスタイプテストターゲットリファレンスと、が合ってますね。で、それらをもとに産業のコードを生成します。タイプもいいですね。クラスタイプテストターゲットのサイズオブだから、その、領域だけ確保されますね、丸6で。で、次に、そのシンボル、あのポインターに対して0クリアします。サイズはやっぱりこの構造体から、指定したサイズを、クリアします。で、最後にコンストラクターを呼び出します。これマングリングされないといけないですね。で、ここがスタックに、スタックに積まれている、ポインターですね、リファレンスを引数に指定します。追加の引数がないから、まあこれだけですね。ある場合はカンマで区切られた文字列になっているはずですと。ちょっとコンストラクターネームを直しておきましょうかね。はい、こいつを、マングリングシンボルネームしておきますと。いいかな。あとここだけですね。これは本当にどうしようか。式として成立するように書き直してみようか。こうやって書けるかな。サイズオブ、サイズオブ、いやー、どう、わかんないな。なんかこうやって書けばいいかなっていう気がちょっとしてるけど、これでよかったっけみたいな、ちょっと自信ないですね。
これはタイプネームが、ポインターだからデリファレンスするってことなんだけど、なんかな微妙ですねこれ。これやるぐらいだったら、この get c ランゲージタイプネームに引数をつけてですね、例えばこんな感じ、タイプ、is デリファレンスとかいう引数でもつけてですね、ここに例えばこういう感じでつけて、でこいつは通常フォルスですと。これが true になっている場合だけ、ここのこれバイレフなんですけど、バイレフの場合も含めて、とりあえず。こういう感じ、ちょっと式が汚いですけど、こういう感じ、こうかな、こういう感じにしたらどうかなと。いいかなこれで。なんかあれですね、そうするぐらいだったら、こうしますか。まあどっちもどっちかなって気はするけど、こういう感じにしますかね。でここにこれを指定します。でこっちはこれなので、こうするかはこうするかみたいな、こんな感じですかね。じゃあデリファレンスする場合だからややこしいな、こう逆ですね。デリファレンスしたら、デリファレンスされたのでポインターいらないですね。でそうではない、あれちょっと待って、デリファレンスするんだよな、するからアスタリスクいらない。そうじゃなければ、参照、マネージド参照をオブジェクト参照を、そのどちらもポインターとなるべきなので、なんで、アスタリスクがつきます。再起呼び出しされるものについて、これですね、 get c ランゲージタイプネーム呼び出される場合は、それぞれはデリファレンスされるときっとまずいと思うので、まあ、デフォルト引数のフォルスのまま再起呼び出しすると。こんな感じかな。なんか嫌だなこれ。なんかこんな風にしれっと書いてあると、そのデリファレンスのフラグを与えればこれが切り替えれることは読み取れるけど、なぜ必要なのかがここに現れてないからすごく嫌ですね。おそらくちゃんと書く場合は、あれですね、その、C のソースコードとしての型をモデリングする、でそのなんかモデル化されたクラスを使うことで、この辺りのところをそのあまり意識することなく安全に扱えるようにするっていうのが多分ベストな回でしょう。なんですけど、今そんなことやりたくないので、まあ、このままやっぱり進めることにします。どうにもニッチもサッチもいかなくなってきたら、それをやることにしましょう。はい。で、でいいかな。まあ、試してみますか。はい、来ましたね。で、ステップしていきます。スタックプッシュします。インサートします。
で、ここですね、シンボル名ポインターの、ポインターのシンボル名いいですね。それから型名も大丈夫ですね。シンボル名いい、型名いい、それから、コンストラクターの名前も、マングリングされてますね。で、そいつに対応する、参照ですね。うん、なんか大丈夫そうですね。はい、このまま走らせると、やっぱそういうわけにいかんかなんだろうな、だいぶ遠いとこへ来てしまったんで、なんかやり忘れてる気はしてるんですけどニューオブジェして、 ST ロック、 LD ロック、 ST フィールド、 LD フィールド、なんか他に対応すべきものってあるかな、なさそうな気もするけど、場所はどこだって、 IL バイトインデックスが 18? えっ、ー、と18ですよね、よいしょ、16進で12かな、12、このあたり ST フィールドかな、ロードロックゼロとかってありますよね。ST フィールドの、ちょっと待てよ。あ、そうかそうか。あ、いいんだいいんだ。これで来てて、エラーになっている。あ、これ条件式逆ですね。間違ってます。すいません。あれですね。入れ替えたときに直すの忘れてました。こうですね、バイレフの場合、クラスの場合ですね。それ以外だと刺さるという感じですね。一瞬かり、はい、で、そのまま走らせます。お、なんだ今度は、インバリッドオープンコード、これはなんだろうな、クラスタイプテストのテスト後の、クラスタイプテストのテスト後のこっちですね。ここはもう終わったってことですね。テスト5メソッドはこれなんですけど、これの、どれだ？あ、カレントインデックスが2になっているので、なんか分かったような気が、1A とか B とかそのぐらいかな。来ましたねコールバーとかなるほど。我々は今まで、コール命令ですね。コール命令でメソッドの呼び出しのサポートをしてきました。で、スタティックフィール、いや、じゃあスタティックメソッドと、それからインスタンスメソッドの2つはコール命令でサポートしてるんですけど、その他にコールバートっていう命令があって、これは仮想関数の呼び出しの時にはこの命令が使われるんですね。で、当然、オープンコード違うので、で、コールバートは実装していないので、ここで刺さったというわけですね。あはは、みたいな。ちょっと待ってくださいね。これ、クラスタイプテストターゲットのゲットバリュー2を呼び出しているんですよ、コールバートで。で、ゲットバリュー2って僕、バーチャルにしたっけみたいなのがあって、ないですよね。ちょっと待ってください。
クラスタイプテストの実装で、ゲットバリュー2がコールパートで呼ばれている。何が不思議かというとですね、僕の認識では、仮想関数というか仮想メソッドの場合だけコールバートを使うと思っていました。つまり書いてみるとこういうことですね。こう、この場合だけ呼び出し元ですね、こいつを呼び出している呼び出し元、つまりこれなんですけど、こいつの IL が、コールではなくてコールバートになると思っていました。だから今のね、そうなのっていう感じがちょっとするんですが、逆になんかこういう普通のインスタンスメソッドに向かってコールバートで呼び出せるかどうかっていうのがちょっと気になるけど、まあそうやって出てるから呼び出せるんだと思うんですけど、ちょっと確認したいですね。クラスタイプテストのこれですね、ちょっと見てみましょう。はい、コールバートで、オブジェと関連付けられた特定のメソッドを呼び出します。まあ形式はほぼ同じですね。多分オプコード違いますけど、コールと違うんですけど、でもここに指定するのはあのメソッドトークンですね、多分 T って書いてあるので。でスタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。オブジェクト参照オブジェがスタックにプッシュされます。これは我々がやります。でメソッド引数の arg1 から argn までがスタックにプッシュされます。メソッド引数の arg1 から argn までおよびオブジェクト参照オブジェがスタックからポップされます。そしてメソッド呼び出しはこれらの引数を使用して実行され、メソッドメタデータトークによって参照されるオブジェ内のメソッドに制御が転送されます。完了すると呼び出し先メソッドによって元位置が生成され、呼び出し元へ送られます。4として元位置がスタックにプッシュされます。こう、まあそうですね。でコールバートはオブジェクト上で遅延バインディングメソッドを呼び出します。つまりメソッドの選択はメソッドポインターで参照できるコンパイル時クラスではなく、オブジェのランタイム型に基づいて行われます。コールバートを使用して仮想メソッドとインスタンスメソッドの両方を呼び出すことができます。知りませんでした。つまり今回の場合はこれですね。あ、そうなんだ。コールバート命令の直前にテールコールプレフィックスを置くことによって制御を転送する前に現在のスタックフレームを開放するように指定できます。呼び出しによって、元のメソッドより信頼性の高いメソッドに制御が転送される場合、スタックフレームは開放されません。メソッドメタデータトークンは呼び出すメソッドの名前、クラス及びシグネチャーを提供します。オブジェに関連付けられているクラスは、オブジェがインスタンスであるクラスです。指定したメソッドとシグネチャに一致する非静的メソッドをクラスが定義している場合は、このメソッドが呼び出されます。それ以外の場合は、このクラスの基本クラスチェーンのすべてのクラスが順番にチェックされます。メソッドが見つからない場合、エラーとなります。まあ、まあ、あとはなんか似たような感じですね。なんか今これコール命令を使用して仮想メソッドを呼び出すこともできます。これは仮想とマークが付けられたメソッドが呼び出せると言っているだけで、なんというか多体性を担保するためではないかな。ちょっと気になるなこれ。コールの方見てみるか。もう一回見てみる。コール命令はメソッドとともに渡されたメソッド識別値によって示されているメソッドを呼び出します。まあまあいいですね。でテールの話があります。メタデータトークンには呼び出しが静的メソッド、インスタンスメソッド、仮想メソッド、グローバル関数のいずれかであるかを確認できる情報があります。どの場合もエンドポイントアドレスはメソッド記述式から判断されます。
これに対してコールバート命令で仮想メソッドを呼び出す場合はエンドポイントアドレスはコールバートの前にプッシュされたインスタンス参照のランタイム型にも依存します。これね、初見殺しですねあの私はわかるんですけど意味は、どういうことかというとですね、今まで書いてきたコール命令というのは、全てのあの関数やメソッドの呼び出しができますね、コール命令だけで。ただし、それが仮想関数、仮想メソッドだった場合、要するに抽象性の担保、多大性を担保するためのなんかそういう仕掛けは一切働かず、指定されたメソッドのメソッドのトークンが示すそのメソッドそのものを呼び出すってことですよね。まあこれは直感の通りというかその通りなので、まあ大抵の人はこれ理解できると思います。でコールバートの方は、まあ、C++ のバーチャルとか、まあ、もちろん C シャープもそうですけど、それと同じで、インスタンスが一緒に指定されている必要があり、そのインスタンスが、示しているその型が、このメソッドのトークンが定義されている、デクレアリングタイプか、デクレアリングタイプに基づくのではなく、その時の、インスタンスのそのものの型ですね、言い換えるならインスタンスに対してゲットタイプってやって呼び出して得られるタイプクラスのインスタンスですね。そのタイプが表しているクラスを先頭に、ルートの方に、メソッドのオーバーライドを検索していって、初めに見つかる、メソッドですね、そいつを呼び出すっていう動作をしてくれるのがコールバートですね。回りくどい言い方したけど、まあ要するにバーチャルメソッドをオーバーライドした場合に、そのオーバーライドされたメソッドが呼び出されるみたいな、ごくごく自然に我々がやってるようなコードと同じことがこのコールバートを使って、実現できますよと。しかも、このコールバートを使用している場合に、そこに指定するその、メソッドトークンは、仮想メソッドでなくてもいい、普通のインスタンスメソッドでいい、でもいいらしいです。でも当然インスタンスメソッドの場合はあれですね、単にその指定されたトークンのメソッドが呼び出される、要するに仮想メソッドに対応するそういう、ランタイムの計算が一切行われないっていうことですね。ここの部分知らなかったですね。これはうん、表っぽくできるのかな、コールとコールバート、スタティック、インスタンスバーチュアルインスタンスという主に3つの種類のメソッドがありますと。さっきグローバル関数っていう文字もちょっとありましたけど、まあちょっとあれは省略します。スタティックだと思ってればいいと思います。でまあ主にこういう感じになっていて、こうかで、コールで呼び出せるのはスタティックも、インスタンスもバーチャルインスタンスも一応呼べます。コールバートはスタティックはダメで、インスタンスとバーチャルインスタンスは呼び出せます。そして、ここかな、これ。コールを使って、バーチャルメソッドを呼び出した場合は、実際には呼び出せるけども、だけど、これはオーバーライドが効かない。行くのは、
オーバーライドの計算が行われず、常にその指定したメソッドのトークンが指すメソッドですね、それを直接呼び出すことになるという感じですね。こういうことですね。そうか、なるほど。僕はここ×だと思ってました。なるほどね、そういうことですか。なので先ほどの IL は別に間違ってるわけじゃないと。まあ間違ってるとすると私の方ですきっとと思っていたので、まああれを見た瞬間あれ何か認識が間違ってるなとは思ったけど、そういうことですね。じゃあ話を戻しますと、今コールバートはないですね、 IL コンバーターが。で、IL コンバーターを用意しなければいけないということと、その実装はとりあえず今の、コールコンバーターと、まあ、同じにしといても良さそうですよね。スタティックは逆に呼べてしまうけど、まあ、ちょっと今現状どうなってたか確認してみましょうか。コールコンバーターありますね、コールコンバーターで呼び出しています。ここで、どうやってやっていたかな。これですね。で、ディスがある場合は、引数の最初にディスが入ってますね。それは、この getSafe パラメータズが、ディス参照を先頭に挿入してますね。メソッドが、スタティックでなければ。ので、まあ大体つじつまあるのかな。本当ならその手前で、なんか、除外、エラーで弾くとかしてもいいかもしれないですね。無効な組み合わせについて。じゃあですね、例によってここに、ちょっと分離しましょうか。コールコンバーターユーティリティーズって感じにして、で現状のこのアプライの実装を一旦こっちにコピーしていきます。でこいつはスタティックにしますね。でアプライで、メソッドトークンではなくてですね、もうここはメソッドにし、メソッドインフォがそのまま当たるようにしますか。こんな感じで、で、ここの、キャッチの部分はちょっと違うので、ここは外して親側でキャッチするようにします。これでいいかな。で、こいつを呼び出すように変えます。プライのメソッド。のレコードコンテキスト、こういう感じかな。で生成したやつを、リターンしますと。はい、これで、既存のコールコンバーターはリファクタリングできたので、ですね、ちょっともう一回見ると、今言ったのはコールなんですけど、コールはまあ一応3つとも どれもサポートされているので特に何もしない。これから作るコールバートはこれも跳ねますね。もしこういう組み合わせで来た場合は、例外をスローするというふうにしましょう。では、コールコンバーターをコピーして、コールバートコンバーターを作ります。あ、逆でした、危ない。コールバートコンバーター、そしてここがコール、コールバートですね、これですね、はい、に変えますと。で、メソッドトークンは普通に同じように渡ってくるので、ここでリゾルブはします。ただしここでメソッドが、メソッドがスタティックだったら、is スタティックだったら、
これはダメなパターンなので例外をスローします。これいいかな。プログラムインバリッドメソッドトークンでいいかな。まあこんな感じですかね。はい、まあこうしときましょうか。これでコールバートいいですよね。本当かね。いや本当はそうではない、そうではないですね。我々はまだ仮想メソッドについての対応をしないので、この最初のトライではしないので、なのでここでは何もしないですが、将来的には仮想メソッドに着手したときにここで何かしないといけないですね。ここあるいはまあこの中でしょうね。このアプライの中で何かやる必要がありますね。それは、仮想メソッドとは何かみたいなところを考えなきゃいけないんですけど、それやり始めると終わんないんで、とりあえず今は無視して、ここはまあじゃあ ToDo 書いておきましょうかね。ToDoサポートバーチュアルメソッドってな感じですね。本当はやることがあります。なんですが今はまあそのまま無視しましょう。とりあえず仮想メソッドが降ってくることもないという想定ですね。はい、それでこれでいいかな。これでメソッドインフォ、うん、そうですね。なんかね、ちょっと一末の不安というよりは、あれどこでやってたっけと思ったんですよ。っていうのはコンストラクターが規定のコンストラクターを呼び出すじゃないですか。でそれを繰り返してネストしていって、で最終的にシステムオブジェクトのコンストラクターを呼び出すというこう動きがありますよね。それをね今どこでやってたっけと思って、ちょっと気にはなったんですが、これそうですね、ここでコールで呼び出してる先コンストラクターですね。何が気になるかというと、今のはコール命令なんで、コールコンバーターが呼び出されます。ここのアプライはメソッドリゾルブメソッドで取り出すんですけど、これってメソッドインフォじゃなくてコンストラクターインフォが取れるんですよね。なんでここのキャスト多分例外がスローされます。ここをコンストラクターインフォとメソッドインフォ両方ともいけるようにするには、例の共通の規定クラスのメソッドベースを使うんですけど、メソッドベースを使った場合でもこの後の動きは滞りなくいけるのかと言われると、アプライってこっちの共通のアプライを呼び出されて、こいつがメソッドベースの場合にパラメータはいいですね。このリターンタイプが問題か。じゃあそれは呼び出し元、この共通のアプライの呼び出し元でリターンタイプは個別に渡すっていう風にすればなんかうまくいきそうですね。コンストラクターインフォを渡すときにはまあわざとボイドを渡してやるみたいにすればなんかとりあえずうまくいくかな。呼び出されてファンクション、そうか、ボイドの対応ってそもそもやってないか、ここやってないですね。コールの結果としてボイドだった場合に、値が返ってこないので、返ってこないというパターンができてないですね。ここでは必ずなんかその、メソッドを呼び出してその代わりの値が得られて、でそいつをゼロに代入するみたいに書いてますけど、じゃあそうじゃないパターンがあるってことですね。それをここら辺で考慮しなければいけない。書いておきましょうか。サポートボイド、はい、こんな感じですかね。まあとりあえず今は先を急ぎましょう。まあ多分すぐやることになると思いますけど、スタートします。はい、次行きます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 。お、なんか出ちゃいましたよ。どういうこと？
なんかエラー出るかなと思ったんですけどね、なんか間違ってるかな。まずヘッダーを見てみると、スタンダードリブとかストリングとか入ってますね。それからこれは、なるほど、 IL2C テストターゲット、クラスタイプテストターゲットの型が出てないですね。それはまだやってないですね。今メソッドの IL の変換のとこだけやってたんで、まだやってないから、まあこれはなくてもしょうがないですね。あとは出てるのかな、4とか5とかありそうな感じはしますね。で、同じような感じでバリューの方はこう出てますね。バリューの方は型の定義ちゃんとあるので出てますね。それからソースコードの方は上の方でエラーが出ている、クラスタイプテストターゲットのゲットバリュー2、この型がない。まあそれはそうですね。こいつに、dis の参照が一旦入ります。そいつの、バリュー2を参照してスタック0に積みます。スタック1に a を入れます。あとして今度スタック1に b を入れて、その数にさらに b を足します。結果をローカル0に入れます。そしてその値を返します。いいような気がしますね。出力としては問題ない。それから IL2C テストターゲットのテスト4はボイドで、これはこれどっから来てんのこれ。なんか変じゃないか。いいか、宣言ですね。これは宣言でした。なんかあれですね、ここら辺にコメントをつけておきましょうかね。なんか、C シャープローカルバリアブルズとか、なんだっけ、IL エバリエーションスタックスとか、なんかそんなんで、ここにボディとか言って出しとくと、それだけでも見やすいかな。まずここで、クラスタイプテストターゲットリファレンスの、これポインターじゃなきゃダメですね。さっきデリファレンスのうんぬんやっちゃったから、逆にそこに出てないのか。これは合ってますね。これのその下のこのサイズオーボーも合ってますね。痛いな痛いわ。で、そうあと、こっちはコンストラクターを呼び出します。dis のポインターを渡します。そうですね。これが宣言されてれば問題はなさそうですね。つまりそこか、問題は。そうですね。ここ get value 2呼び出してますね。だけど、型はこのリファレンスを渡しているので、問題はなさそう。そうですね。これ、コンストラクターの、これが、なんで、定義されてないかというと、多分、メソッドを、列挙してるところで、コンストラクター除外してるような気がします。だから、コンストラクター定義は、変換されてない。っていうことでですね。で、しかも、そのコンストラクター定義の中で、その規定コンストラクトを呼び出すコードがあるはずなんだけど、変換評価してないので、なので例外も発生しなかったということですね。なるほどね。そうですか。さっきのここですね、マロックした結果の型ですね。ポインターは直す、これは直しておきますか。すぐ直せますね。こいつはニューした時だから、IL コンバーターの、ニューオブジェですね。ここで、ここで、ロックした結果、これだ、ここ。
で、こいつはタイプネームなんだけど、ここでゲット C ランゲージタイプネームしたときにデリファレンスしてるんですよね。トゥルーを指定して、わざわざ。わざわざしてるんですよ。なんか嫌だけど、こうするか。本当だったらどうすべきだったのかな。タイプ自体はこれです。そうだな。まあ2回呼び出してそれをあてがうという方法もありますけど、そっちの方が安全かな。じゃあデリファレンスとタイプネームとかまず名前をして、ただのタイプネームもこれで取得する。で、こいつは引数なしでいいですね。で、この方だけこっちを使うっていうふうにすれば整合性は合いますね。で、なおかつこのポインターをつけたり外したりとかいうようなことをこういうふうにアドホックにやらなかったので、もしそれに関して何か集中的に直したいっていう場合はこの getC ランゲージタイプネームの中だけで直せばいいと。まあこうしておきますか。はい、ちょっとこれで実行してみますね。で、これの結果出力された C のコードはアスタリックスついてますね。だからこれでついつまわっている。あとは、クラスの出力がなされることと、コンストラクターの出力がなされることと。はい。じゃあ、今回はここまでにして、次回はコンストラクターの出力を出すと。多分その時に、規定クラスですね。規定クラスの、コンストラクターを呼び出すっていうところをちょっと修正しなければいけないのと、ソースコードとして完成させるためにはシステムオブジェクトのコンストラクターのダミーコードを C 側に用意しないといけないという作業がありますね。そしてまあそれ最後でもいいかもしれないけども、あとはこの、クラスの方ですね。クラスの方の定義を出力すればいいと。こいつは多分今バリュータイプだけに絞って型を出力しているところをクラスも同じように面倒を見るようにするだけでいいような気がしています。ので、まああれですね、次回こそ両方できれば両方やって、システムオブジェクト の、 コンストラクターの定義はね、この間洗い出しした時に見てもらった通り、C 側のコードっていうのは非常に簡単なコードのはずなので、まあちゃちゃっと手で書いてですね、なんとかとりあえず丸くはされてフリーされないけど動きましたみたいなそういう状況に持っていきたいですね。はい、じゃあ今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。